こんにちは。どうもどうも、ラジオマンジャック、こんにちは。西の国から万博でございますね、これね、うん、我々は東の国なんで、ね、日本からね、はい、そんなわけでございまして、ラジオマンジャック始まっちゃいました。これ、ラジオマンジャックだって平和なんだよ。だって平和じゃない、なんかイメージがさ、うん、あの俺ね、ラジオやったと思うんだけど、ラジオマンジャックほどね、平和なもんないし、あれ一番長続きしたね。あ、そっか、最初ラジオマンだった。ラジオマンだよ、ガンガンスカスマンモスのラジオマンから始まったんだよ。やつが、うん、なんかこう、いやね、みんなあの知らないこと面白かったよね。面白かったよ。あのラジオ番組はね、お笑いっぽくてさ、突っ込んで、で、やつらがなんか空中分解したときに、じゃあそれ撮ってやってラジオマンジャックになったんだね。そうです、たくさんのいろんなゲストもね、出ていただいてまして、今ハリウッドに今日映してもラジオマンジャック続いてるということは、いいですね。もう世の中の変なね、いろんな争いごととかそういうのもなく、ラジオマンジャックは関係なくやっておりますということで、はい、みゆちゃんちょっとイライラしますけど仕事でしたしね。それいってみましょう、ラジオマンジャック。忙しいんですよ今。どうなんだかバタバタ、今週忙しいよね、なんかね、うん、固まってね、まあ、金曜日がいつものね、てか先月休んだんで、今月しっかり行かなきゃいけない例のあれだよな、うん、朝があって、でその翌日は何ですか。バリーソープ事件、事件ちゃって なんか親戚のうちでね、なんかいっぱい集まるね、あのパーティーがあるらしくてね、うん、シェラトンなんとかなんですけど、シェラトンでやるのじゃなくて、名字だし、シェラトンさん、シェラトン家のパーティーで、なんかそこなんか大きそうだね、シェラトン家わかんないけど行くまあね、いろいろ困った人でもありますがね、多分すごい賞なんじゃないの、あの多分あのシェラトンの人なのかもしれないし、うん、バリさんも資産家だから、スピーチが入って3時からスピーチで、ね、ディナー何時なのって夜だと思ってたら昼のに、バカだよ。いやでもね、俺バリさんがそういう風に言っててね、うん、あの例えばほら、もう一生分の会費払ってるとか、うん、いろいろ話がしたら金持ちなわけだから、うんうん、金持ち比べしよう今度、俺の役満元。あ、そうなんだ。いやだと思うな、うん、なかなかでもね、俺思うんだけど、これ真面目な話ちょっと入っちゃうんだけど、ヤコママとの俺の付き合いっていうのはやっぱりそうだな、うん、要するにもう、要するにヤコママと普通付き合って連れてかれちゃって、うん、朝の5時までコースってのは当たり前なんだよ、うん、で俺はそれを帰ると言って帰ってしっかりやったから今の付き合いがあって、もう今すごくいい関係でしょ、うん、昔はヘロヘロになって、今新井さんヘロヘロになってるけど、連れてかれてさらわれちゃう。なんか電話、SOS の電話かかってきて、お宅で誰かいませんかね、電話かかってきて。いません、やりたくないです。いや、お仕事にしたらいいんじゃないですか、したくありません。なんとか俺におっつけようとしてるから、うん。まあでもね、あの一番おかしかったらね、昔、あのマッシャン・オブ・ザ・イヤーのアワードの時に、うん、あのヤコママが大挙いろんなの連れてきたわけだから、その、うん、お姫様軍団みたいなの。それでね、新井さんが頼りになるじゃん、うんね、新井茂子さんっていうコーディネーターがいまして、 NHK のロスターズマジックスペシャルから一緒の人なんだよね、うん、そしたから新井さんは、ちょっと新井さん急いで、これからすぐ行かなきゃいけないの、こう空港へとか言ってさ、新井さん、え、果たしてこれからって連れてかれちゃって、さらわれて、うん、お付きの女の子3人ぐらい置いてきちゃったんだ。あら、そんなこともあったんだ。あれ、お付きの人置いてかれちゃったの、置いてかれちゃったの、うん、まあいろんなことありますよね、新井さんだけ連れてかれちゃった。そうそう、まあ他のもいっぱいいたんだけど、でも今はね、最近はそういうね、あんまりね、僕が嫌いだってこと知ってて、大きいのをね、うん、すごくお金使ったらすんの嫌だからって、うん、嫌いだってこと知ってんだ、うんうん、だからこの間食事するとき、柳さん選んでくださいと、じゃないと変なしゃぶしゃぶ屋に行ってすげえ金をなっちゃうの嫌だからって、それで超美味しいというタイ式のしゃぶしゃぶの、日本風のはずなんだけどちょっと変な、大好きな調子するタイ風のしゃぶしゃぶだね。まあまああれ日本のしゃぶしゃぶって言ったらぶん殴れちゃうね、日本にね、うん、だって味噌のしゃぶしゃぶなんかないからね、トムヤムクンとかないからね、まあでもね美味しいんだよね、なかなか素敵 で、うん、で俺も本当にそこ行ってね、うん、あいい感じだなと思ってたんで、うん、まあそんな感じですよ基本的には ね、うん、まあでもね、あのそういう形でバリーソープさん、うん、まあ、あの浮世離れした多分人ですね、うん、アメリカ人の浮世離れした人ってのも、ね、ちょっと面倒くさいから、まあ、そんだけみゆちゃん気に入られたとかでいいことなんですけどね、でもいかんせやっぱりクライアントってのは面倒くさいですから、うん、っていう感じがしましたね、まあ、これ関係ない話ですけどね。それが何かあります、面白いこと、俺いっぱいあるんだよ実のこと言うと、今週、うん、キャッシュルで何かあったような気もするけど、何かあったっけ。いやだからね、一番俺と関係ないんだけど、マンダクさん、あの人すごいね、すごい、あの一番困るのが、俺が英語でね、あ日本語で日記を書く、フェイスブックに、あれはそう、それをフランス語であの訳して読む、そして英語で俺に質問する、3カ国語、すごいよね。でフランス語の翻訳ソフトがそんなにいいのかと驚いちゃったんだけどさ、ね、よく理解してる、ね、あのね、だからワールドカップより面白いとか言われちゃってさ、そうこれ面白いよとか言って、マジか、うん、すごいよ、え結構さ内容過激な、ね、過激な、でも書いてる主役がここにいるんだぜとか言って、みんないろんな国集めてくるよって、ポルトガルが来てさ、ね、ヘルダーだけど、あとアメリカでしょ、メキシコが来て、フランスが来て、日本とだってベルギーでしょ、ワールドカップ6カ国で今度もっと集めるとか言ってるけど、マジか、
当にね、うん、変わった人ですよ、あの人は。キャッスルならいっぱい集まっちゃうよね、いろんな国の人、うん、まあでもね、最近のキャッスルもね、まあ、非常に面白くてね、うん、やっぱりなんだろうな、アジア人がちょっと増えてきたなっていう気がするけどね、うん、まあ、中国なのか何なのか分かりませんけどね、それだけキャッスルに対して中国人のキャッスルメンバーがいっぱい揃ってる。あ、最近やっぱ中国の観光の人増えてるから、ね、そう、だからそれはなぜかといったらね、観光の人だけじゃなくて中国のメンバーをやっぱり受かってんだよ、俺が受からしてることもある。やっぱり真面目な子でね、あれだったらやっぱり受かるし、いい、技術が良ければ受かる、ちゃんとやれば。だからね、多国籍だよ、アメリカ人でありながらインド系の人なんかさ、最近すごいのはさ、なんかいろいろカードのやつをね、自分の彼女に教えたんだって言うんだよね、でどんなの教えたのって、ちょっと俺見せるから、これなんだよって、結構すっげえマニアックな、これ俺かしゅうとかどっちか作ったやつなんだけど、うん、キングで選んだ3枚一瞬のうちパッと投げてキャッチするやつなんです、うん、挟まっちゃうんだよ、うん、おーと、これ彼女できるの、うん、できるんだよ、うん、じゃあシュートに見せてみたらって言ったんだって、うん、でふざけんじゃないっつって仲が悪くなったらしいって言ったんだけど、だシュートってやっぱ尊敬されてるからさ、それさ、偉いねと思ってね、うん、そうなんですよ。だからね、面白いのは今キャッスルはほらね、もうこれマジックの話じゃないんだけど本当は、うん、俺とシュートと別々にちゃんとしっかり立派なね、そういう審判がいて、楽しいですね。俺単なる平和な人だから。あと全然関係ないんだけどさ、ネルソンと俺の焼肉行ったね。あ、行ったね。あれ、いい写真撮れてね。よかったよね。やっぱりでもね、俺。キャベツサラダすごい人気で、もう一個もう一個で食い放題なんだけどさ、一人巨大一杯ずつぐらい全部食ったよ、ね、うん、あれ一皿、丼一皿さ、4人一個ずつ食べた、あれ金ボール一個ぐらい食ったよ、確実に。すごいよね。あ、すごい。でみんな食べるのやめないな、ご飯食わなかったもんね。そうそうそう、姉ちゃんちょっとご飯もらったけどね、うん、じゃあ本当にね、俺はでもね、幸せだなと思ったのは、うん、ネルソンっていうのはネルソン・フーって言ってシュートのマネージャーをやってるね、うん、中国系アメリカ人だよね、でもちろんアメリカ人だから中国ではないんだけど、もともとやっぱり中国の血を引いてるわけだから、お父さんだからなんだから、うん、そのね、ネルソンが日本のもう典型的な焼肉屋さん、うん、要するに菊の御紋がど真ん中に貼ってあって、皆さんもフェイスブック見てる人は見たと思うけど、君が代が書いてある、ね、そこで何にも政治的関係なく美味しく食えて、うん、ここはうまいと言って喜んでくれた、喜んでたね、日本式だよと言ってね、やっぱ全然美味しいよね、うん、美味しかった。なんかキャベツサラダの人気だ、あんたさ、焼肉屋に行ってキャベツサラダですか、いや、あれすごくなかった、だからあなたが本当に美味しい、牛タンのさ刺身とかさ、ね、牛タンとか食わないからね、うん、でもカルビもハラミ美味しかったでしょ、まあ、美味しかった美味しかった、うん、本当それだけだもんね、あと最後カラビ食って、勢いがすごいっていうか食べる勢いっていうかもういくらでも入っちゃうからね、今ね、もっと食べる、もっと食べるとか言って、うさぎさん、でも結局さ、食べたもの考えるとさ、結構健康的な焼肉だったんじゃない、ご飯食べなくてすごい肉と、うん、うん、で焼肉はほら網焼きしてるから下に油落ちるし、うん、油ね、使ってないし、そうですよ。で結構ゆうちゃんなんか上段派だからね、うん、ね、レアじゃないから、俺はミディアムレアだけど、うん、まあそんなね、楽しいね、ハリウッドですよ、ね、で今度隣のマコ寿司行こうねとか言って、え、あ、椎茸焦げすぎてたね、あれ誰食べたんだ、あなた焦げた椎茸好きなんで、やっぱりそういうわけじゃないよ、生椎茸ちゃんと焼いたら干し椎茸になってみたいな、干し椎茸みたいな、もたまちょっとね、うん、あんな焦げる前が美味しかったけど、でも野菜好きだからね、うん、やっぱりね、食べちゃうんでね、うん、そうね、だからね、でも俺たちが思うのはさ、よく最近話題になってることなんだけど、やっぱり日韓問題とか日中問題とかいろいろ起きてるんだけど、うん、我々が普通に民間でね、こうやってやってる以上はそんなもんな問題にならないのよ。だって俺たちがさ、ネルソンにね、ね、尖閣ってどうなのなんて聞かないじゃん。聞かない、ね、ネルソンもさ、あれは俺の動画って言わないじゃん。何だよな、うん、でもね、韓国行くでしょ、すっごい面白い話最後にしとくけど、ね、韓国料理屋に行くじゃない、それも観光地でないとこ、そうするとバンとやってね、それでね、ドクトは韓国のものよって突然言うの、あんたどう思うのって言うの、いきなり、それでね、場合によっていきなり来るの、何もなく来るの、唐突に。それでね、いや俺が総理大臣だったらね、別に韓国に挙げてもいいんだけど、俺政治関係ないし分かんないよ島のことって言ったらするでしょ、うん、韓国人と同じ値段なんだよ、分かる、あ、そっから値段決まる、そうなの、値段決まる、それでその後にドクターって言った後に、いやでもね、それ俺政治関係ないから俺に言わないでくれよってね、韓国か韓国と思ってればいいんじゃん、日本によってって言うと日本人値段だろうね、それでドクターは日本のもの、要するに竹島は日本のもんだって言うと出てきた、倍になるの、本当マジで倍、すごいよそれ、はっきりしてる、いやこれはね、極端だな、日本料理もそうしたらいいかなと思っちゃったんだけどさ、いっぱい、ほとんどの店がそうだよ、ほとんど俺たち、俺の行ったほとんどの店ね、ただ観光地はそうじゃない、最初から倍だから、あ、なるほど、ね、まあそこら辺よくできてましてね、だからね、日韓問題なかなか大変ですけど、そもそも、尊敬語みたいなの教えられる、そうそう、言葉も全然違いますね、これもそんなことがありました。まあというわけでございまして、いろいろね、人生いっぱいありますけどもね、今回は、楽しく話せたということで、はい、皆さんまたラジオマンジャック来週ね、
やりたいと思います。さよならです。どうもありがとう。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。